第6レース1着となりました。地元コーチ掛水康則選手だわ。1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。力強い豪快なまくり、ほんと強かったわ。いや、たまたまなんで車出てよかったです。そして2連勝よ。そうですね、たまたまなんで謙遜だわ。いやでもとっても強い2日間だったんですけれども、いかがかしら、2走した感触は。そうですね、今日はもう後ろに同級生がいるんで一緒に決勝上がりたくて、 朝から考えすぎて疲れました。でもその疲れの成果も出て、明日その高校3年間同級生、そして同門の阿部選手とも決勝進出よ。そうですね、それが一番嬉しいです。明日はどんなレース見せてくださるのかしら。そうですね、四国の地力が結構上がっているので話して優勝狙えるように頑張ります。前回3月もこの高知競輪では地元で優勝されてますものね。いや、あれはもう前の人が頑張ってくれただけなんで、今度は自力で勝てるようにしたいですけど、まあ頑張ります。それでは昨日も見せていただきましたが、掛水選手消防士さんだったということで、消防士さんの放水を見せてくだされ。拍手が来ているわ、拍手が。もうちょっとしっかりかっこよくお願いしますわ。かっこいいわ、拍手お願いしますわ。火は消えたかしら。いや、明日まで撮ってきます。かっこいい、明日まで撮ってきますだわ。掛水選手、大きな拍手お願いいたしますわ。